のんべんだらりこんにちは。はい、こんにちは。夏休みの思い出をね、はい、聞こうかなと思って、思い出か、思い出か、なんかどこへ行ったとか、はい、はい、あります、はい、元子さん、私の町内は、はい、住んでる町内には、町内の盆踊り大会があるの。あ、いいね。でその盆踊りは昔、やっぱりその町内ごとでやってた、町ごとでやってたやつが一回開催する人がいなくなって、なくなったんやけど、私の町の若者たちが、まあ、あの結構田舎で、外へ出てくんやけど、結婚したりとかして、まあ、田舎なんで土地が余ってるから帰ってくるよね。で帰ってきて敷地内に家建てて、でも地域の祭り何にもないっていうので、そういう子たちがこう集まって盆踊りをやり始めたっていう経緯やったと思う、青年団の子たちがね。でそれを毎年参加してて、うちの子供たちもすごい楽しみにしとんの。で始まる1週間前から盆踊りの練習があって、その練習にも毎晩参加して、で家帰ってきてからも、お母さんちょっとあれかけてよとか言って、YouTube でかけながら、あの踊ったりとかして、で前日には前日準備っていうのがあって、グラウンド、その会場になるところの草を刈ったりとか、そこから、そう、草は買ってあるんやけど、なんかもうちょっと綺麗にしたりとか、あと普段全然使ってないようなグラウンドだから、砂を入れるんかな。へー、足が踊っとると足が痛くなるから、砂を追加したりとか、まあ、電球をつけたりとか、そういうお手伝いを青年団の方がやってくれるのに、うちの子たちも混じって行くのがもうすっごい楽しみみたいで、もう今日は朝から前日準備やでって言って、もう7時ぐらいに起きて、いつなのお母さん、いつ行ってもいいとか言って、なんで行けばって言って、8時前ぐらいに行ったら誰もおらんだって感じ。早すぎる。すっごいそれが楽しみなんやね。でお母さんも後でやっぱ子供たち2人がお世話になってるから、ちょ行くわって言って行ったん。そしたらそしたら、まあ、子供にお母さんが来ると気分が盛り下がるで帰ってって言われて、もうすっげえショックで、なんか分かったもん、帰るわって言って、怒って帰り道なんか涙が出てきてボロボロ泣きながら、めっちゃ暑いのに、セミとかにさジージーとか言われながら、もう私なんでこんな泣いとんやろってセミなんかな、ごめん、泣くっていうだけでね。そういうことね。なんか今俳句がかかった、な、季語がかかった感じのね。そうそうそう。っていうのがあったかな。でその前日準備終わって昼間休憩して、でまた暑いから夕方から準備が。それもうちの子たち参加してて、でその当日はもちろんもう始まるその時間から最後の最後までずっと追って、で次の日は片付けも朝の8時からもう参加して、片付けもちゃんと行くよね、めっちゃ楽しいって言って、その時にそこの青年団の誰かちょっとわからないんだけど、一人の方が撮ってくれた子供たちの写真があるの、もうすっごいええ写真で、それが昨日送られてきて、その写真を見たらまず涙が出てきてなんかボロボロ泣けてきて、これは明治安田生命の小田和正の CM に載るべきの写真じゃないかっていう、すごい、そう、それが今年の夏の一番の、後で写真見せたりして、まあ、ただ地域の盆踊りに行ったっていう話子供たちもさ何人かおんの、でもね、やっぱ来ない子もおるよね、そうよね、来ればいいのにって言っとって、うちの子たちが呼びに行った子もおるし、全然連絡とかもしなくて来なかった子もおるけど、まあいる子たちだけでもう延々と踊っとるだから踊っとんの、ちゃんと盆踊りを、練習してんよね、ちゃんと踊れとんねやもんね。そう、踊れとんの。ホームラン音頭、ホームラン音頭はゆっくりやん、私ホームラン音頭は全部踊れんの、けど子供たち的にはゆっくりすぎてつまらん、いやいやなの、
タッチとか踊りたくなる。あ、タッチちょっと早いね、うん、タッチもちょっと早いぐらいやで、うん、もっと早いのがあの、うん、ダンシングヒーローは今年はないの。ダンシングヒーローはあったよね、うん、ダンシングヒーローあんの、うん、いけない太陽、あれはオレンジレンジの曲な、うんうん、それとか、あと何があったかな、葛飾亀有、うんうん、こち亀、こち亀の曲の、うん、普通バージョンと速いバージョンがあって、うん、それが速いからこち亀かかるとわーって子供らがわーって言ってなんか踊りまくって、いいね、うんうん、楽しいよね。さ、青年団は何人ぐらいおるの？青年団、うん、結構おるけど、青年団といえ、うん、だいたい、うん、私たちぐらいの世代の人たちと20代ぐらいの世代の人たちとみんなで、そうそう、お揃いの浴衣作って、なんか復活したのはいつなん？復活したのは10年前ぐらいかな。でそれまでは自治会が多分主催、どっちかっていうと年配の方主催やったのが、今は完全に若者主催だから、違う町の、うん、結構遠くの町の青年団の子たちが応援に来てくれるの毎年。へえ、うん、横のつながりもあるんやな。そうそう、でそこの青年団とうちのとこの青年団と盆踊りの日を毎年1日ずつずらして、うんうんうん、でお互いに行き来し合って、若者がもうめっちゃ盛り上がっとるっていう。太鼓も櫓の上にある。なんだろう、男の子もやんかった、二十歳ぐらいの。二十歳ぐらいの男の子、あのな、うん、荒らしてく太鼓嵐が、あの、また一昨年に子ども会の役員をやっとる時に盆踊りとか やったな。でめっちゃ楽しいんやけどさ、盆踊りしとるとどこからともなく赤いこうめっちゃ長いハッピーというか、なんちゅうのこの羽織のめっちゃ長いやつでめっちゃ派手なやつを着た二十歳ぐらいの男の子がどこからともなくヒュルヒュルって来て、僕も叩いていいですかって言って、もうその時点でバチを持っとんの、それ渡したんじゃなくてマイバチなんやけど、あの人は何なんですかって、この地域の人なんですかって、その長老のおじさんたちに聞くと、来るんやわみたいな感じでこう叩いてって、ほんでまた他の地域にも行くみたいな。え、うまいの？うん、まあでも、うん、あのちゃんと手つきはいろんなところで叩いて、太鼓の達人で来たやつとかもしれんけど、叩きたいんやわな、だから披露したいしさ、来るの、うん、うちのとこはその櫓の中段、櫓の一番上に上がるまでの、うん、なんか踊り場みたいなスペースのとこに太鼓置いてあって、うん、太鼓の係が絶対おるんよ、うんうんうん、でその人たちが順番にやって、うん、子供たちも叩かせてくれたりするけど、だからそういう勝手な行為ができるの。石取りもそういう好きな人がさ、うんうんうん、来る、叩きたいわな、そら、うん、でも石取りこそ外部の人は叩きやんのじゃないの？そのね、全く外部の人でも叩きたいって言ったら、その状況にもよるかな、場所とか、うん、ちょっと休憩中みたいな時とかは、うんうんうん、あのね、やらせてもらえるけど、うんうんうん、もう本当の本ちゃんのこう、入ってた時みたいな敷地内にも入った時とかは無理やんな、うん、そんなんは、うん、そうやね、危険やね、うん、危険や ね、一般の人が入るのは危険やね、そうそう、あの入れやるようになっとる、うん、もうあのね、提灯を持っとる人がおって、うん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 、その、ま、祭りの人たちがおって、うんうん、その四隅に提灯を持っとる人が大体おる気がする、うん、縛り、きっかけ貼っとるみたいな、そうやね、そうそうそう、うん、それから中には入ったらあかん、そうなんや、そうそう、そういうのがあるで入れやんけど、うん、ちょっと緩い時があるんや、そのちょっと休憩みたいな、そう、分かってる人は多分そういうところに時に行ってちょっと叩きたいんですけどみたいな、うん、石取りは太鼓じゃなくて鐘やんね、鐘と太鼓、太鼓もあるの、両方やでね、うん、そうそう、で桑名の石取りもあるし、うんうんうん、いろんな地域の石取りがあるから、うんうん、それお互い見に行ったり、その手伝うっていうよりかは、まあ、見に行って偵察、何それ好きやで見に行くね、好きやでね、そうやな、祭りが好きやで、でそう親しくなったらうん、親しいとお酒でお供えを持って行って、うん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 、お互いこう頑張ってくださいみたいな、激励をしよう、激励をしようみたいな祭りはいい、祭りはいい、なんか私、子供たちがそんなにさ喜ぶのが、うんうんうん、
だっていまだに今9月ですよ、うんうん、来年いや、ま、もう終わった瞬間から来年の話して、うんうんうん、今でも踊っとんでね、うん、そうロスルモンじゃもうちょっと寒くなってきたら、うんうん、気持ちも落ち着くんやけど、ね、まだ余韻がね、まだまだそうやね、そう、あるある、うん、そうなんやな、うん、でも祭り終わ一緒にの、うん、好きな人はもう終わったら、うん、片付けの日から来年の話をし始めるんじゃなくてもう祭りが始まったら終わるしかないでもう、そうやな、そうね、うん、もうなんか、うん、ちょっと切なくなってくる、もう始まった時点で切なくなってくるって感じやな、そうそうそう、始まったらもう、もうええわみたいな、一番盛り上がるのは前日ぐらいなんかもしれんね、どこが一番盛り上がるんやろうね、1ヶ月ぐらいかないやそれかもう梅雨ぐらいになったらそわそわし始める、そっかそっか、それぐらいがピークなんかな、春とか実は汗ばんでくるとかってと、うんうん、あもう祭りや、ね、来たってもう思う早いだからねすごいあの子供たちというかその、ねうんうん、青年団の人たちの気持ちは分かる、うんうん、すごいわ復活させたのが、うんうんね、で毎年時期になると協賛金を集めに、うんうんね、来るんやけど、うん、その協賛金集めに来るのもさもういついつ行きますって言ってほしいわけ、うん、いつもなんかお風呂入っとったりとかなんかもうジャージとか、うんうんうん、もっと私はこうパリッと しとる時に来てほしいの、うん、いついつ来てって言おうかな協賛金集めに紙貼っといてさ協賛金は昼間にしてください、うんうん、持ってったら協賛金ですそうそう持ってくのいい持ってくのいいよそれが若者みんな働いてるから若者の実家とかさ、うん持っていくってこと、うん、そうやな、うん、そういう人おるおるよね、うんうん、そうするわ、うん、封筒にそう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 、うん、志とかよく分からんけど書いてね、うんうんうん、いいね夏もっとこの夏いい思い出、うん、夏茜の夏はそうなん言っといてさ、うん霞のプールに週1回ぐらい行ったしかいやもっと行っとったやろ、うん、前半もっと詰めとったよね、うん、なんか実は昨日も行ったとかよく聞いた行った霞のプールにはともかくよく行った、うんうん、でも面白かった、うん、1回しか行けなかったけど、うん、もっと行きたかったえ初めて行ったん綺麗になってからは初めて行ったかな子供の時には良いとったけど、うんうんうん、綺麗やなと思ったうん、210円やですごいなってすごい大人210円、うん、子供100円しかももう時間が決まっとんでありがたいそう、うん、でも時間決まっとるけど、うん、出る時間がさすごく微妙じゃない、うん、10分で着替えられるのか着替えれやいや30分前ぐらいに出るよ、うん、あじゃあ1時間半ぐらいしかおらんってこと中に、うんうん、1時間半もおれやんくない、うん、だってスタートが準備がえもう見てるよ来とる来とる、うん、やけどなんか知らんけどトロ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 子供らはしとってる本当、うん、なんかさかぶらんよな何やろなんかと、はい、うちの子らはね早いよ早いもう車出た瞬間からもう水に浸かっとるようなもんやでさ、うん、そうそう走ってって早く早くそうか、うん、メンズ中心やと早いかもしれないいやうちも早いよあそう私と娘めっちゃ早いそう男子の方が遅いあそうめっちゃ早いもん待って廊下に入れて、うん、早く廊下入れるえ、入れやんのあ、もうそのまま持ってくんかだって霞のプールやでそうかお金もさ、うん、終わった後にジュース飲む、うん、お菓子食べる、うんうんうん、何百円でいいそうやってすればいいんやな、うん、ロッカーに行ってなんかお金がなんかどうしたらいいのみたいなやっとると時間が経つ、うん、初めてやったでかなあ、そうかもね、うんうんうん、もうロッカーを使いたいの娘がねうん、でもうあの券を買う入り口で、うん、あの娘が100円ロッカーの100円あるって言ってそこで100円チェックがあって、うんうん、ロッカーの100円あるって言ってもしパッて入れて100円パッて入れて鍵を渡されてもう行くよみたいな早いやる気や早い早い、うん、こなると、うん、もうでも終わってしまったもんから8月31日で終わったんだよね、うん、よかったほどよかった程よい、ね、広さも、うんうんうん、今年行けなかったんで来年行こう、うんうん、勝った割にはなんか室内プールしか来てない室内プールでも分かんないけど室内プールでもやっぱり長くて来とったあのアドバイスもらった通りあと今年は私は室内プールに行ったんやけど、うん、雨やったもんで結局、うんうんうん、で室内プールに行ったけどやっぱみんな履いとったし、うん、妹は
そんなん履かんでって言って生足の、うんうん、まあ、履くっていうのはレギンスな、あレギンス、そうそうそう、あの下はもちろん水が着とんやけど、うん、そうレギンスとラッシュガード、うんうんうん、いや着るよって2人は言ったやろ、うんうん、ペン持ってったんやけど、うん、妹は生足で行って、まあ半々やな、でも、うんうん、あ、うん、若いお母さんは違うのよ、あ若いお母さんほど、うん、履いとる、日焼けへの意識が高いんかな、日焼けせえへんねん、ニセやけどさ、うん、室内やで、そう、だから違う、あの言う通り日焼けだけの意味じゃないんやなって思った、うん、そうそうなんだ、うん、だからもう水着なんてさ、うん、ラッシュガードが一番選ぶのに、うんうん、そのね、ビキニとか、うん、よくテレビで特集でさ、今年はワンピース型が主流とか言うとき、うん、そんなんじゃなくない、うん、ラッシュガードじゃない、うん、中なんでもいいと思うもん、うんうんうん、そう、中は私もな、すごい着やすい、うんうん、水陸両用の、うん、なんていうの、ブラトップみたいなのを買った、うんうんうん、1000円それ楽ちんやん、うん、水陸両用そしたらな、うん、水陸両用やで朝からもう着とったわけ、うんうん、すぐ着替えれるようにと思って、うんうん、でもう着いたらラッシュガードだけピッて思っとったら、うんうん、着替え の, あのブラを忘れてってあるある、どうしようのそんどうしようどうしようってなって、私でもこのままではいけやんつって言ったら、母親があの貸しとるわって言って、うん、貸してくれ、え、持っとんの、お母さん2つ持っとった、うん、私が着とったやつでよかったらって言われて、もう何でもええわ、とりあえず当たっとればみたいなで、それを借りたみたいな、よかったね、よかったよ、パンツあったらごまかせるやん、まだそうやな、でも上はさ、ごまかせやんやん、いろいろ考えた、さらしみたいにタオルを巻けばみたいな、うんうん、いや、もうさ、T シャツ着て首からタオルかけたら隠せれるやん、それ要せんわ、要せんわ、あかん、うん、あかん、あかん、それは要せん、それは要せんそうだ、で下を忘れるよりさ、上忘れる方が怖いなって思っただって下はさ、ほんと隠せるし、なんとでもなるやん、自分がスースーするかどうか、そう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 、でも別にさ、何食わぬ顔で何がみたいな顔して歩いとればごまかせるけどさ、上ごまかせやんやろ、上忘れたことが多分ないと思うよ、初めて忘れたん、水陸両用のさ、タオルでバスタオルかな、お、ちょっとギリギリ、いや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 、いや無理やって、ダメ、もっちゃう無理無理無理、上は無理やなと思った、うん、そんな夏休みでした、思いです、はい、ブラは忘れずに、そう、教訓やね、教訓です、はい、じゃあ夏休みお疲れ様でした、お疲れ様でした、また来週、また来週、はい。